はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケースケです。ポポーということで、今回は無課金のサブサバーカの方からお送りしていきます。ちょっとね、だらだらね、資源狩りやってるだけのアカウントなのでね、ちょっと障害物でいっぱいになっててね、ゴミ屋敷みたいになっておりますが、進行の方ね、報告しますとですね、壁は全部ね、あと1個ぐらいでね、紫壁に、全部塗り終えます。で、対空砲とかもね、上げ終えましてね、防衛施設をね、ちょこちょこ上げているっていう感じですね。で、今回はですね、ついに昨日ですね、アップデートやってきましたよね。クラメンのね、ライブリプレイが見れるようになったりしまして、クラメン誰か攻めてるかな？攻めてないですね。はい。あとはですね、ソーシャル機能でフレンドのライブリプレイがね、見れるようになって、ソーシャル機能とクラン機能結構充実しましたよね。で、個人的に今回のアップデートで注目したいのがこちらですね。はい。新レベルのバルキリー。先日ですね、公式さんから開発ビルドをお借りして、こちらのね、新レベルのバルキリー先行プレイしたんですが、まだね、開発ビルドの段階だったので、ステータスとかに修正が入るかもしれなかったので、ステータスの方はね、公開できなかったんですけれども、なんでもレベル6になると、DPS、秒間ダメージが、163に上昇しまして、そして HP が1200にまでね、上がるらしいです。なので今回はですね、こちらの援軍にですね、バルキリーをもらいまして、自分ですね、次、ホグライダーですね、レベル4にしたいので、4万ダークエリクサーかかるので、もうちょいで4万ですね、に到達するので、今回はですね、新レベルのバルキリーを使って資源狩りやってみたいなと思います。ということで、早速資源狩り、レッツゴー！はいはい。ではね、ここ行ってみましょうか。すごいですね。ゴールド40万の、エリクサー70万の、ラクリ1800とかっていう、モンスターみたいなね、とこね、出てきたんですが、ここでちょっとやっていきましょう。とりあえず、このね、アカウントはね、すごいちょこちょこね、資源狩りやっているっていうね、アカウントではないのでね、しっかりとですね、星2とかね、できればね、前回星3はまあつけれないんですが、1日にね、3、4回ぐらいしか攻めないんで、こういう風にアーチャーを出してってね、パーセンテージを稼いでいって、で、星2をね、しっかりと狙っていきます。そうですね、スターボーナスとかね、ちゃちゃっとね、もらいたいね、性格なので、はい。で、ここでテスラ出てきましたね。で、そうだな、あとはですね、ダークエリ側かね、狙っていきたいんで、バルキリーとか入れるんだったらこっち側でしょうね。なので、裏側の方ですね、ここら辺とかはね、あらかじめ、はい、ババオス体出していって、アーチャーですね、出していきます。で、こっちもそうですね、こんな感じで、出していって、周りのですね、ポップ系削っていきましょう。で、あとはそうだな、ここら辺とかもパラパラーってね、出してってね。はい、ちょっと範囲攻撃が結構あるんで嫌だな。結構嫌ですね。ここら辺とかも全然削れてない。結構削れてないですね。ここら辺とかも削れる？ちょ、削れてない。ちょっと、タウンホール8のババーチャ。まだバーバリアンとアーチャーがね、育ちきってないんで、すぐやられるな。カンストレベルの、タウンホール8のカンストレベルだと、すぐに死ぬ。よしよし。まあ、大体こんなもんすかね。どう？削れてる？まあ、あれ方削れてますよね。で、ここら辺とかもパラパラって確認、出してってね、巨爆の確認を行っていきましょう。で、ここら辺からもうめんどくさくなってきてるんで、はい、出していきます。で、からのですね、はい、ヒーリングを落としていってからのレイジ、レイジラインウォールブレーカー。で、レイジウォールブレーカーを使っていって、で、中を一気にこじ開けていって、で、ダクエリまでの道を作っていきたい。どう？全然、ダクエリに届かない。ダクエリに届かない。ただ、バルキリー、レベルマックスのバルキリーどうだ？レベルマックスバルキリーの活躍を見たい。なかなかいい活躍してますね。ただいい活躍はしているんだけど、俺が欲しいのはダクエリなんだよ。こっちのダクエリタンクにも勝っててほしい。あーで、そしてバルキリーは、すぐやられてしまった。どうだ、もう残っている施設が少ない。このババキンが、ダクエリタンクまで、こう壁殴ってくれるかな。とりあえず、一旦ヒーリング、一旦落としていって、もうババキン頼み。頼む。壁開かない。いや、無理か。いや、きつかったな。まあでも結構ですね、ゴールドとエリクサーはね、がっつり取れましたし、で、ダクエリもね、800ぐらいかな、取れたんで、まあよしとしましょう。まあ今回はちょっとね、中のダクエリまでは取れなかったんですが、バルキリーが結構えぐりましたね。やっぱりここら辺までね、えぐってくれたんで、なかなか結構まあ、資源も取れたんで良かったんじゃないでしょうかね。はい。ではね、続いてこちら行ってみたいなと思います。そうですね。ポンプ系がこっちの方に結構密集してって。今回ダークエリタンク、そうですね。ちょっと狙えないかな。あんまり無理して狙わずにですね、しっかりとゴレイリをね、稼いでいきましょうか、今回は。で、あとはそうだな。とりあえず、周りの回収施設ですね。ここら辺にアーチャーを出していって。
この辺は当たるかな。オッケーオッケー、なるほどね。で、ここら辺も、アーチャー1で削れますね。こういう感じでね、少ないユニットの枠でね、削っていきます。ここも、アーチャー、あー、大砲届くか。ここら辺とかもちょっと削っていきましょう。なるほどね、オッケー。で、ここで、ババからの、ボールブレーカー。で、壁上げ、オッケーですね。そしたらですね、ここら辺をパラ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 ーって出していって、サイドカット的な感じですね。この後、援軍のバルキリーとかもね、投入していきたいんで出していきます。あ、そう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 。ね、もうすぐチャンネル登録者ね、6万人突破するのでね、iTunes カード、Google プレイカードですね、プレゼント企画ね、またやろうかなって考えてるんですけれども、いくら分ね、プレゼントしようかなってね、今悩んでるんですよ。なんでかっていうと、先日ですね、12万円廃課金しまして、やっぱりね、生活的なものが、ちょっとね、やっぱりきつくなってるんですよね。なのでね、あんまり上げすぎても自分の生活がきつくなるんで、どうしようかなってね、今ね、考えてますね。さあ、ここで、ヒーリングかけていって、一回、ババを全回復させてからの、援軍バルキリー行け。さあ、そして、ここから、レイジウォールブレイカー。レイジウォールブレイカー出していきましょう。で、ここで、一気にですね、壁開けを行っていきましょう。で、中に進軍していって、ここからですね、今回はそうですね、タウンホールまで狙いす、いや、めっちゃウォールブレイカー飽きたな。ちょ、バルキリーどこ行った？バルキリーを見失ったんだけど、バルキリーここにいる。こっちにヒーリング落としておきましょう。で、レベルマックスのバルキリーたちがどんどん進軍してって、すごい、もう1体ぐらいしか生き残ってないけど、はい、こういう風にガシガシ先行してって、ターゲットとかも取ってくれたんで、範囲攻撃の。結構後ろのバーバリアンとか結構生き残ってますね、この段階で。で、すごいすごいすごい。はい、レジウォールブレーカーのおかげで、はい、こっちのタンクの方まで届いてる。ダクエリタンクも、あー、すげえ。めっちゃ壊した。やっぱ、レベルマックスのバルキリーいると違いますね。で、ここで、結構、エレクサーとかも、はい、もう全部取れましたね。あとはゴールドだけ。ゴールドだけなんだけど、ちょっと厳しそうですね。厳しそうなんですが、いくら、タウンホール級のね、序盤のね、放置村とはいえ、このババアーチャー編成にバルキリー混ぜただけで、こんなえぐります、皆さん。めっちゃえぐりましたね、これ。はい、といった感じでね、今回はですね、はい、42万の41万の、かなり取れましたね、これ。さあ、またまた放置村が出てきたのでね、行ってみましょうか。今回は結構外にですね、ポンプ系がね、外に寄っていてね、タダで取りやすそうなので、全然タダじゃなかったですね。全然やられてしまいましたが、ここら辺とかね、全然1体で削れていけますよね。はい、なので、ここら辺はね、削っていって、パーセンテージ数えていきましょう。はい。で、そうだな。あとは、ボムタワー外側にあるんだ。結構斬新な、可愛らしい配置ですね。はい。で、じゃあね、ちょっと、ここら辺は、アーチャー1体でちょっとダメか。ダメか。ここは、あ、ボムタワーが届くのか。じゃあ、ボムタワー邪魔なんで、こういう風に、ボムタワーに対してですね、ババ1体でこうやってターゲットを取りつつですね、で、アーチャーで削っていきましょう。そうですね、アーチャー数体やられましたね。ただ、ここで、アーチャーで、ここタダじゃないか？タダでいけますね。よし。で、この間に結構削れてるんじゃないですか？そうですね。で、11時方向はね、残ってしまうんで、ここをね、ババアーチャーで、ババアーチャーでパラパラーって出していって、はい、削っていきましょう。で、ここもババアーチャーですね。で、だいたい10時方面削っていったら、6時方向からこう、ダクエリ狙えたらいいですね。なのでね、そっちの方向ちょっと狙っていきましょう。で、はい、ここら辺とかはね、まあね、絶対ですね、やられてしまうので、アーチャーやね、ババアーチャーで削っていきます。そうそうそう。さっきの話の続きなんですけども、ほんとね、何円プレゼントにしようかなって、チャンネル登録者6万人突破記念のね、iTunes カード、Google プレイカードね、1500円分をですね、視聴者様にプレゼントしようかなって思ってるんですが、何円プレゼントしようかなってね、ずっと考えてるんですよ。最初はですね、6万円プレゼントにしようかなってね、思ったんですけども、さっきも言ったようにね、廃課金してしまってね、マジで、ちょっと金がないんで、そこね、今ね、考えてます。さあ、よし、そしたらですね、ここから一気にこう出していきましょう。で、バーバリアンからのですね、アーチャーですね。そうですね、6万円分プレゼントだったらね、ちょっと、バルキー出していきます。6万円プレゼントだったらね、1500円分をですね、そうですね、40名様とかに、プレゼントできるなって思ったんですけれども、そうですね、やっぱりね、6万円がね、ほんとね、きついですね。で、ちょっと一旦ここでヒーリング出してって、で、もう意味ないけど、ババキにポイズンを落としていきましょう。で、これで中のダクエリタンクまで取れましたよね。で、そうですね、あとは、ちょっとアーチャーが結構揃えてんな。アーチャーはもう見殺しにしましょう。
で、ここでかなりえぐってってもらって、そうだね、ここでもう一回ヒーリングですね。バーバリアンとか、バルキリー回復していきましょう。で、やっぱりえぐるな。えぐるな。はい、ババキン、レベル低いやつとね、合わさっても。さあ、ここの壁。壁とかも、はい、ピンク壁とかだったらもうすぐに開けていきますね。いや、便利。ほんと使えると便利ですね。で、ウィズ島とかの範囲も取ってるんで、ここで一回、ババキンフィスト発動していって、ウィズ島とか壊していきましょう。で、はい、こんな風にですね、バルキリー混ぜるだけで。えぐりますね。あ、でもここに金山残ってたんだ。見逃してた。ちょっと惜しかったですが、こんな感じで、ね、資源がっぽり抜くことができまして、はい。で、ダクエリも1000以上もらえたんでね、ほんと、今回の動画だけで、ダクエリ結構稼げましたね。じゃあ、ちょっと一回ですね、アチャクイがいる核兵のタウンホール9。ここにね、攻めてみたいなと思います。援軍いるのかな？いないことを祈りましょう。いないことを祈る、今回は。じゃあね、一旦ここはですね、ババからの、ウォールブレイカー。で、ドクロ壁は2体で開かないですね。レベル4のウォールブレイカーだと。なるほどね。はい。で、よし。開いたんで、こっからね、もう一気に垂れ流していきましょうか。はい。ババをね、一気にですね、4点出して流してって、で、からですね、アーチャーですね、出していきましょう。で、からのですね、こっから、援軍のバルキリーからのババキンですね。で、ここで、レイジを使ってって、ここですね、レイジウォールブレイカー。で、開けていきます。さあ、どうだ？どう？一気にここから中に入っていく？中に入っていく？入っていきますね。で、ちょっと、アチャケが嫌なので、はい、ここですね。よしよし。ポイズンをね、無駄にアチャケに、ポイズンいらなかったな、普通に。で、よし、ここからですね、どんどんですね、中の方をえぐっていってほしい。どうだ？どう？バルキリーたち。バルキリーたちどう？オッケー、バルキリーが、なかなかいい感じに先行してる。よし、バルキリーを守ろう。バルキリーを守る会、どうも会長です。さあ、そしてですね、バルキリーは守ったんだけども、ババキンがですね、アイアンフィストを使う前に落ちてしまった。さあ、このミスがいかにどんな風に出るのか。で、全然ですね、ダークエリタンクの方に向かっててほしいな。ダークエリタンク、1475とかあるんで。で、ここで火力が密集しているので、ね、そうですね、今回は失敗ですかね。いや、ちょっとでも、あー、ダメだ。ダメだ。全然でしたね。いや、ただ結構ゴールエリはめっちゃ取れたし、エリクスはパンパンになってる。ババアチャとかだったらね、中まで普通ここまで切り込めないんですけれども、今、攻めた配置みたいにですね、中まで結構切り込めるんで、援軍でもらったほんと、ダークエリね、配置によっては、まあ、今回失敗してしまったんですが、がっつりいけますね、これ。はい。ということで、今回はですね、援軍に新レベルのバルキリーをもらって、資源狩りやってみたっていう動画をお送りしていきました。いや、今までのね、レベル、レベル5のね、バルキリーでも、盾性能ね、攻撃性能ね、優秀だったんですけども、新レベルが出たことによってですね、結構ね、中の方までえぐってくれるので、ダークエリ稼ぎとかにほんと、向いてますよね。なので皆さんもね、よろしければですね、まあ、ね、援軍でバルキリーもらえるチャンスがありましたら、もらってみてですね、ぜひとも資源狩りでやってみてはいかがでしょうか。でね、まあ、無課金アーカなんですけども、ちょっとね、動画撮影用にね、ブーストしているのはね、目をつむってください。はい。ということでね、これからもですね、どんどん資源狩りですね、こちらのサブサーバー化のね、動画も出していきますし、で、通常の村のね、全開リプレイとかね、あとは検証企画、あとは大工の拠点の動画も、どんどん動画にしていきますので、まだチャンネル登録してないよーって人は、ぜひとも登録、お願いいたします。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい。それでは次の動画でお会いいたしましょう。あ、最後せっかくなのであれですね。なんか防衛施設上げて終えましょうか。はい、水と上げて、あとエリクサーが溢れな。エリクサーが溢れちゃうんで、溢れ流なんで。じゃあね、弊社を上げて、弊社でいいかな？闇の弊社。あー、そっか。二つとも工事するとね、闇ユニット生成できなくなるんで、弊社よりかは金座、弊社にしときますか。はい。よし。はい、おしまい。